い、皆さんこんにちは、デフです。今回は言霊マン煉獄杏寿郎と吾妻善逸のダメージ検証をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで今回は、煉獄さんと善逸ですね、この2人のダメージ検証を順番にやっていきたいと思います。まずは煉獄さんから見ていきましょう。文字が木切れということで、まあ、木と義とレが使えるんですけど、イジクと、まあ、5文字盤面で使いやすい文字ですよね。まあ、十分バリエーションに豊富な文字だと思います。そして、A 種族。で、技の発動条件4文字以上と、まあ、癖はなくて、敵単体に爆絶強力な非属性攻撃。まあ、爆絶ということなんで、まあ、現状一番、高火力な説明文となってます。そして同時に、鬼殺の同士の言霊マンが技、凄技を発動させていた場合、このターン攻撃する鬼殺の同士のアタックを少し強化ということですね。まず、この爆絶の非属性攻撃。まあ、爆絶があるってだけで非常に有効ですね。そしてアタックの方が、わりかし高いんですよ。800超えてんのかな。なので、まあ、この爆絶でこうアタックが800超えってなると、まあ、結構ダメージ期待できますね。そして、リーダー特性も良くて、デッキ内に非属性が12体、A 種族が4体以上いる場合、メイン属性のみを参照とする。デッキ内全員の HP100%、アタック160%、汚染 100% となってて、まあ、非属性の汚染耐性リーダーとなっています。で、赤座に刺さる、リーダーとなっているんで、まあ、ぜひ煉獄さんでやってほしいなと思いますね。倍率も非常に高いですしね。まあ、ソムンクルスとかでも、いけたりはするんですけど、ソがね、いかんせんあの盤面で使えないんですよね。赤座の盤面でね。まあ、それがちょっと残念かなと思うんで、まあ、煉獄さんがやっぱり一番適正しているリーダーかなとは思います。そして特性。ヒールブロックへのダメージアップ。ヒールブレイカーですね。で、文字変換にレの文字を追加すると。そして、弱体マスに入れた場合、弱体効果を受けず、強化効果を付与。スーパー弱体ガード。なぜかね、強化状態になってしまうスーパー弱体ガードと。で、デッキ内の鬼殺の同士の呪い耐性 10% アップとなっているんで、まあ、主な特性はヒールブレイカーとスーパー弱体ガードとなります。ってことは、爆絶で、さらにスーパー弱体ガードで攻撃力を上乗せできるっていうキャラクターですね。そして今回は祝福特性、解放しておりません。で、アタックの方は、超過しておりますんで、まあ、この状態でダメージ検証の方見ていきましょう。はい、ということで、リーダーはソル、リーダースキルは HP80、アタック80、煉獄さんの攻撃力841となっています。まあ、爆絶でこんだけ攻撃力あれば十分でしょう。まあ、どれぐらいダメージ出るか楽しみですね。まあ、まずは盾から全体攻撃優先ですね。イニシアーサー。そして煉獄さん、ダメージが、61794となっています。ただ、まあ、これに関しては、あれ思ったより出なかったなという、僕の印象ですね。はい、ということで、非属性の過去のデータ見ていきましょう。煉獄さんが61794ということで、まあ、上から2つ目のネテロの下になりますね。で、カンロジさんとか、まあ、ソムンクルスはバフ1の超絶強力な攻撃。で、49000と53000。まあ、なので、まあ、爆絶は一応爆絶なんですよね。煉獄さんの倍率で言うと。ただ、ネテロの根も一応爆絶なんですよ。なので、まあ、爆絶と比べ、ネテロの爆絶と比べると、まあ、ちょっと落ちるなと。攻撃力もネテロとそんな変わんないんですけど、まあ、多分その、爆絶の中での倍率っていうものが、まあ、煉獄さんはちょっと低いのかなという感じではありますね。まあ、ハジャユウキとか、ネズコみたいな、まあ、ノーマルなバフがついてない、超絶強力に関しては、まあ、2万ぐらい差があるので、まあ、しっかり爆絶ぐらいは出てんのかなと。まあ、ネテロが強すぎるっていうのもありますけどね。うん。ゼの時はバフ3ついてて、13万。で、ネの時はバフ何もついてなくて、8万となるんで、まあ、煉獄さんはスーパー弱体ガードがついてるんで、まあ、おそらくスーパー弱体ガードを入れると、ネテロの根ぐらいの攻撃力にはなるのかなと。うん。で、今回の動画でも決してコンボ数が低かったっていうわけではないんで、まあ、煉獄さんはまあ、このぐらいのダメージは出るんでしょう。爆絶の中では、まあ、強くはないのかな。うん、むちゃくちゃ強いわけではないですね。うん、ただ、スーパー弱体ガードを入れると、やっぱり強い部類に入ってくるっていう感じになるんだと思います。はい、ということで次行きましょう。で、次が、善逸ですね。
善逸が、文字がせぜあーということで、せとあどっちもイジクなんでバリエーション的には少ないんですけど、まあせがねかなり優秀なんでイジクの中では、まあ、十分使えるでしょう。そして、種族で、鬼殺の同士ですね。凄技の発動条件が4文字以上で癖がなくて、このターン自身のアタックを強化、これ2バフです。で、6回ランダムな敵に超絶強力な非属性攻撃を与えるということで、まあ、ランダムなのがデメリットですけど、まあ、6回、連続攻撃を行うことができますよと。で、同時に鬼殺の同士の言葉番が技凄技を発動させていた場合、追加でこのターン攻撃する鬼殺の同士のアタックを少し強化となっています。まあ、連撃キャラクターなので、まあ、バリア、回数バリアとか剥がすのには、まあ、かなり有効かなと思います。そして、善逸で僕が一番いいなと思ったのが、この特性ですね、リーダー特性になるんですけど、1番目、光闇属性、HP100%、アタック160%、睡眠 100% と、睡眠耐性が 100% リーダーですね。で、光闇の混合リーダーかと思いきや、これ、純光デッキでもいいわけですよね。うん、これ、各何体とかいう縛りが一切ないんで、12体とも光でも OK ですし、まあ、善逸だけ光で残り闇デッキっていうのも OK なわけですよ。っていうことで、まあ、非常にデッキが、睡眠デッキが作りやすい、子かなという感じですね。で、2番目、デッキ内のコトダマンのランダム対象への連続攻撃のクリティカル発生確率 50% アップと、まあ、善逸みたいなランダムの連続攻撃ですね、獣種族に多いタイプのクリティカル発生確率を上げることができると。まあ、これはちょっとおまけに近いのかなって感じはしますね。うん、まあ、善逸の火力がね、まあ、これだけでも上がってくれるんで、まあ、それはそれでいいのかなとは思います。そして、ビリビリブロックから受けるダメージを軽減のビリビリガード、文字変換に青を追加すると。そして、ヒールブロックへのダメージアップ、ヒールブレイカーと、魔種族の敵に与えるダメージが 50% アップ、魔種族キラーと、デッキ内の鬼殺の同士の混乱耐性が 10% アップしますよということで、主な特性はビリビリガードとヒールブレイカーということですね。うん、まあ、今回、まあ、ヒールは確実に無残にってなるけど、まあ、善逸は光属性なので、まあ、無残にはちょっと使えないかなっていうのはあるんですけど、まあ、今回のクエストが、まあ、ヒール続きなので、うん、まあ、善逸自体は優秀なんでいいかなとは思いますね。で、ビリビリはまあ今後使い勝手がいいので、まああるとは思います、出番がね。で、これ善逸も祝福特性は解放しておりません。で、アタックの方が超過しておりますので、まあこの同じ条件で、動画の方を見ていきましょう。はい、ということで、リーダーはジャスティーヌ&カロリーヌ。リーダースキル HP80、アタック70。アガツマ善逸の攻撃力776となっています。まあ攻撃力は決して低くはないですね。うん、で、連続攻撃なので善逸からいきます。で、ダメージが全部ボスに当たったと仮定してですね、13737のこうダメージがボスに当たっているんで、それをかける6して合計82422、まあ、これは結構ダメージ出てると思います。ただこれは魔種族キラーついているんで、キラー抜きで計算すると 50% ついてたんで 50% 引きすると9158かける6、合計54948となります。まあ、この数値も十分優秀かなとは思いますね。過去のデータ見ながらやっていきましょう。はい、ということで光属性の過去のデータなんですけど、善逸は上から2つ目ですね。バフには自分の能力なので、まあ、これは含めて、参照したいと思います。54948キラー抜きですね。なのでまあ、デンボの次かな、ボーボボコラボのデンボの次ぐらいに、善逸が来ていると。で、ナルカミユーとかはまあ、爆絶なんですよね、これ、ナの時。なので、爆絶よりもダメージが出てると。まあ、ただバフが2つついてますよっていう感じ。で、カンロジさんはバフ1つついてて、5万爆絶ぐらい出てるので、まあ、善逸かなり優秀なんじゃないかなと思います。まあ、善逸だけじゃなくて、まあ、今回の、鬼滅の刃コラボのキャラクター、もう全体的に、攻撃力高めで優秀なんじゃないかなと。文字も全然弱くないですし、みんな強い文字持ってるんで、かなり優秀かなと思います。で、背伸び脚とか、ソロモンとかがノーマルの超絶強力な光属性攻撃なので、まあ、ここと比べたら完全に善逸はもう頭2つぐらい抜けちゃってますよね。倍ぐらいで、倍もいかないけど 1.5 以上は出てるんで、やっぱり善逸とかカンロジさんはかなり強い部類。まあ、もちろんデンボもバフについて善逸より強いんで、かなり強いですよね。うん、善逸に関しては連続ランダム攻撃なんで、まあ、ちょっとデメリットも含んでこの数値。デンボに関してはもうデメリット一切なしですね。バフだけつけて1回殴るっていう好きな、選んだのを殴れるんで、って考えるとデンボはいかにすごいかっていう感じになってきます。
うん、まあ、それでも善逸は全然悪くないんで、まあ、このダメージ出るのであればかなり優秀かなとは思います。はい、ということで、まあ、今回は、煉獄さんと善逸ですね、この2人のダメージ検証をやらせていただきました。まあ、やっぱり、まあ、煉獄さんは赤座にすごい通るのでダメージが、うん、木の文字も蓮の文字も優秀ですし、赤座の盤面にね適しているんで、やっぱり煉獄さんがいるとすごい楽かなとは思いますね。で、善逸も、誰だっけ、境外だったかな、うん、まあ、最初の方に出てきた鬼ですよね。まあ、あの鬼に適性があるんで、うまいこと7文字とか作って倒せば、まあ、非常に優秀だと思うんでいいかなとは思います。ただ今回やっぱ光と闇の属性はね、やっぱコラボに関してはそうなんですけど、いつも最後の方になると出番がなくなってくるんで、やっぱりどうしても冥属性の、うん、ボスが出てくるんで、冥属性に刺さるのが火属性、水属性、木属性の、まあ、3属性になるんで、ってなると、まあ、今回のコラボもやっぱり火属性と木属性と水属性中心にガチャを引いていって当てていった方がやっぱり後半まで活躍してくれるかなと。ただまあコラボが終わって、まあ、全体的な目で見たときは善逸も、まあ、もちろん、リーダースキルがいいですし、文字も強いんで活躍の場は全然あると思います。まあそういうのであれば胡蝶さんとかもね、姫島さんとかも闇属性ですけど、今後出番はあると思います。はい、ということで今回はこの2人のダメージ検証をやらせていただきました。チャンネルの登録、ツイッターのフォローなどぜひよろしくお願いします。はい、ということでここまでお送りしたのはデフでした。オツデフ。